ハスイケ部下地図ハスイケタンは台湾高尾市左エ区にある広さ約42ヘクタールの池またはこの池を中心とするハスイケ部下風景区のことを表すかつてハスイケタンは72ヘクタールの広さがあったが講師病や簡単道路の建設のために埋め立てられ現在では42ヘクタールまで狭くなっている新潮時代の1686年に 孔子病を混流する際、池を病の水として、蓮を植えたため、蓮池イと呼ばれるようになったとされる。また、満開の蓮の花が匂い香ることにちなみ、水加工と歌われ、新潮時代には大鳥山八景の一つに数えられた。ワールドゲームズ2009では、いくつかのウォータースポーツ競技の会場となった。孔子病1686年混流。 1976年現在地に移転する。北極堤の玄高史上堤像元堤廟は、玄天城御門を祀る、道教寺院で、新朝時代の建立年間に創建された。蓮す池深植に作られた北極堤には、1995年に作られた、高さ72メートルの玄高史上堤像が置かれている。春秋閣啓明堂は五皇、菩薩及び、 官邸を祀る寺院。新朝時代の1899年に五校、菩薩及びを祀る名徳堂として創建された。その後1903年に、広明堂に改名され新たに、官邸を祀るようになり、文部二世同士の寺院となった。1906年現在の土地に移転する。蓮池深植えに作られた、春秋閣は1953年に作られたもので、ある。 竜古島補正大帝を祀る、道教寺院で、1719年に創建された。1960年に現在地に移転する。蓮池深植えに作られた、竜古島は1974年に作られたものである。大鳥山型球場東門国帝古跡である。大鳥山型球場は、1722年に、土塁で囲まれた城郭が形成され、その後1826年に、 石造りの城壁及び城門からなる城郭が、竣工した。現在、東門、南門、北門や城壁の一部等が残存している。ありがとうございます。